はい、疲れた。もう疲れてる。今ね、大変なんですよ。今日なんと、有楽舎の、筧店長と、はい、ゲームアイビスのウーさんがご来店されて、はい、今もう大騒ぎですよ。今から皆さんでカブトムシを取りに行くんですけれども、はい、どうですか、マッチ。いやなんか僕らよく動画見てきましたって人たちもたくさん来てくれるじゃないですか、うんうん、多分今その人たちと今僕ら同じ気分ですよね、うんうん、逆だよね、逆逆動画にこう聞いた声だってちょっと俺らが逆に思ってそう思ってる。今そこで撮影もあってね、はい、その動画のオープニングとかを撮って、もらってたんですけど、そうそうそう、今出たからね、ちょっと困っちゃったね、なんかね、アドリブとかね。いやでもあれ、うん、大丈夫と思います。本当にありがとうございます。マッチの褒めで良かったです、はい。ちょっとじゃあちょっと映って、あ、いいですか、うん、お願いしましょう、はい。今どんな感じかというとですね、あ、もう今ちょうど。こっちがやったな。ちょっとこのまま。もうこのまま持って。今あ、すいません、うちのちょっとカメラなんですけど。あ、映って大丈夫ですか。初来店いただきました。はい、有楽舎の筧店長さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こういうところ、ありがとうございます。あ、大丈夫、大丈夫、ごめんなさい。今何、罠を作ってる、真っ最中。すげえ。はい、本当に舐めちゃった。いや、アイビスのウーさんです。どうもー、ウーさんでーす。大丈夫です。あ、動画で見てる人や。あー、マッチの、はい、あ、ありがとうございます。あ、マッチ、マッチ、そうそう。お互いそんなこと言ってる。お互い動画で見てる人だな。逆に僕が見た人です。はい。で、今このね、ストッキングに罠を作って、これを今、木にくくりつけに行きます。つい罠やな。オーケー。まあ、こんなやって、こんなやったよ。小学生の子、こんなやったもん。はい。うん、大丈夫です。そこから進化してないあたりがウーさんだよね。まあ、そんな感じなんですけど、今日ね、実はね、夜雨が降っちゃうかもしれないっていう報告が出るんで、うん、ちょっと急いで、罠だけ仕切りに行きましょう、うん、はい、じゃあ行ってきます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあどことは言えないけど、秘密の場所に今、昼間ね、ロケハンに来てます。はい、アイビスのウーさんも一緒にそんなやっぱ昼間の青缶、ええなやばいやばい。でももう、このウーさんももうカブトムシ2匹捕まえてるからね。はい、あちらの方では、店長と、店長とかげちゃんがチームで、クワガタの方が寿命長いんやで。はい、という感じでちょっと、ね、今ロケハンしてますんで、また夜に会いましょう。では、はい、今日は、ブックアイランドジュニアいるまでに大物ゲストの方ご来店です。ありがとうございます。あ、じゃあ帽子かぶるんですね。はい、じゃあ僕隠れといた方がいいですか。いや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 、もう筧店長のことですよ。もう、まあ、シャマさんもいつもご来店されて、なんかどこかで見た、はい、僕がたいが多いだけですんではい、ありがとうございます。今ね、カブトムシのね、仕込みをしてきたところで、もう仕込みの段階で割と取れたんですけど、うん、夜が楽しみですね。いや、夜が楽しみですね。もう夜が、そうそう、カブトムシ取りに終わったらもう帰ってお酒飲むんじゃないんですか。そんなに飲ましてそのためだけに埼玉来とるやん。さっきからお茶だいぶ飲んだやん。いやいやいや、あれはちゃうやんな。全然全然全然お酒がダメなんですか。泡だって苦味のあるね。そうなんだ。そうな、おしっこでいい。なんでちゃんとになって今居酒屋近いとこ予約して、部屋したんで、予約取ったんで行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひ、ありがとうございます。今日じゃあ泊まりなんですね。泊まりですよ。え、ショマさん明日もですよね。自分明日も予定あるんですよ。予定がある、予定あるんですよ。何でもするって言ったよね。泊まりですか。どういう予定ですか。怖いですよ、怖いですよ。泊まり方からの何でもする。ショマさん、僕飲まないんで夜送ります。はい、家まで送るんで、はい、お願いします。優しい、優しいな。はいはいはい、送り狼でそうしましょう。はい、一応俺もね、嫁がいるから、ね、その話取ったね。後で家に帰って、俺ね、はい、正座させられるんですよ。あ、いいですね。ちょっとそこに座ってくれるって言われるんで、ね、これ出張先で何やってるんだっていうね。羽は伸ばせないんですよ、出張先で。出張行けなくなっちゃう。僕のね、プライベートね、ガラス張りなんで。そうなんですね。じゃあ、ウーさん喋っちゃいけないことがいっぱいあるんですか。もう俺にフランとって怖すぎるから、はい、お願いします。はい、今日ご来店ありがとうございます。すみません、なんかすごいのを持ってきてもらったみたいで、そういう職を。はい。え、お酒飲みに行かない。はい、もう早く行こうって。今、奥の方で、有楽舎店長とシャマさんが撮影中なので。撮影終わるまでちょっとお酒はお預けなんですけど。もう、ほんまに。
かなり汗かきましたもんね。かなり歩いて、うん、そう、もうね、ゴルフより汗かいたってさっきおっしゃってたんで、もうやばいよこれはこの年で、はい、まあ、夜も行きましょう、夜も、はい、これはなんかいただけるっていうこと聞いたんですけど、いいですか。いや、いいよ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、じゃあちょっとこんなたくさん、宣伝するようなもんでもないそうなんです。これどこで買えるんですか。これは、うん、あの今大将のとこだけです。あ、大将のあの弁天屋さんのカウンターで売ってる。そうやね。だから元々はうちとこの景品でも作ってたんですよ。あ、ゲームセンターの景品でも使ってたんだ。はいはいはい、はい、うんうん、限定で、はい、うん、ほんならごっつい好評やって、うんうん、大将がもう自分のとこで物販用に作ってくれで、はいはい、もう これはもう作ってないですけど、カラーバージョン、はい、うんうん、こっちですね、このバージョン、いや、これのカラー、これのカラーバージョン、あ、わかった、新日本プロレスの、そう、あ、言っちゃいけなかった。でもこここれ、ここなんだな、およもやおよもや、そうだそうだ、ピー、そうそうそう、これはまあリスペクトで、はい、いや、これは新日じゃないですよ。いやいや、スタパ風、あ、それもあかんが、ここもピー入れとってよ。全部ダメじゃないですか、丸いやつ。はい、じゃあそれっぽいのは今売ってると。そう、はいはい、わかりました、弁天屋さんで買います。はい、これが言ったら今の新しい、はい、あ、これの次の、そうです、はいはいはい、バージョンアップしたもの。店長、ほんなら僕も切ってもらおうか。いや、いいんですか、今ちなみに、はい、これ両面なんですよ。はい、あ、すげえ。ちょっと今、ちなみにこれね、はい、どこかで見た感じじゃないですか、これ M にしたら、さんじゃなくて、あ、顔じゃなくてですか。いや、このロゴが M、いや、ここも P 入れとって、もう全部に、あ、そういうことか。そうです、そうだ、本当だ。そうなんですよ、 H にしてるからちょっとピンとこなかったけど、確かに M にしちゃうと、で、あ、ね、P、ここも P 入れとってください。はいはいはい、はい、一応後ろを返すと、これ、あの、オマージュ、オマージュで、そう、オマージュ、オマージュ、はい、あー、これもいいですね、はい、このイラストどうなったの、これと。これね、あの、はい、シアンさんって言って、はい、うちとこのヒカルくんのグッズの絵を描いてくれてた。はい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 、はい、女の子ですね。すごい、はい、じゃあちょっと素敵な T シャツいただいて、今ちょっと着てきます、ちょっと待ちください。はい、着てきました。早い、じゃあウーさんどうすか。いいっすね。あ、すごい、なんか素材も何なんだろう、これちょっとメッシュっぽい感じの、いいっしょ、うん、これね、夏に、ちなみに、はい、くしゃくしゃっと、うん、シワにならない、すごい、もう綺麗、ほんとほんとにこのね、ちょっとね、メッシュのこのシワシワのならない、すごい感じ、すごい、いいでしょ、いい、素晴らしいです、うん、ありがとうございます。ちょうどあのね、カブトムシで汗かいて、あの、着替えたかったところなんで、ほんとに、まあ、はいはい、もうこれで今日ちょっと行っちゃうし、あ、はい、これが一応、これなんですかね、あの、初期の頃に作った、はい、ヒカル君の中で、あの、タヌキの許可なしに作ったっていう、はい、孫、許可ない、許可なくて作れるものなんですか、あ、ちょっとこれ、はい、後から燃やしてください、はいはい、わかりました、まあ、燃やしちゃおうか、切っちゃってください、はい、たまにね、中国製品なんで、たまにこういうことがあります。おお、こんな感じで、すごい、うちアダルトコーナーないけど、でもこれはちょうど、はい、かわいいでしょ、かわいい、で、一応ここを注目したってほしいんですよね、はい、はい、呼んだってください。ここから先は店長のプライベートルームです。はい、どういう、じゃあうちのここの、じゃあ店のこのね、はい、はい、こんにちは、顔が出ない、こういう感じで、はい、一時あの有楽舎のあのアダルトコーナーのところにもこれかかっとったんですけど、うん、なくなったんですよね。そうですよね、うん、良い子のたまり場ですからね、やっぱりもうそれはもうここもピー入れとこか、ピーなのかな。あ、ありがとうございます、これ使わせていただきます。ほんならこれ皆さんで、はい、お分けください。じゃあこれ、はい、あのこちらが有楽舎店長バージョンと、あと弁天屋大将バージョンも、はい、じゃこれも今弁天屋さんに行くと買える。いや、これはうちとこのお店の景品でしか、景品だけなんだ、はい、販売されてない、販売してない、あ、ちょっとレアものです、レアです、ありがとうございます。じゃあウーさん、あの今ウーさんも着替え、あの汗かかれてたと思うんで、よかったらこれあのブックアイランドの T シャツなんですけど、T シャツ、これ背中にあの僕とマッチーがいるんですけど、これサッカーでいうところのユニフォーム交換的な感じで、よかったら、あの、ね、はい、色がすげえな。いや、どうぞどうぞ、ちょっと今。はい、色がすげえな。ちょっと。やらしいな。はい、ありがとうございます。はい、もう背中に、背中にちょっと言わせてもらってるんで、はい、ありがとうございます。もうここら辺全部ぼかし。かかってこい。はい、じゃあユニフォーム交換できたということなんで、はい、ありがとうございました。なんか
すげえがっかりやな。すっきりしない感じ、喜んでくださいよ。いやいやいやもう売名行為やな。そう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 、やばいな。イメージ回復もこんなんで使われてほしい。わからんな。もうずっと普段着で使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対綺麗やつやん、これ。はい、ウーさんお疲れ様です。はい、今日は今ね、カブトムシ撮りを、あ、もうカメラです、あのビデオですよ。はい、今日は、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、はい、今シャマさんの撮影が始まる前にちょっと撮ってるんですけどね。はい、カブトムシいっぱい撮ったし、はい、こんな感じです。もう今から、はい、打ち上げになります。あ、せやさんと、あ、まだまだ、はいはい、あ、同じことやってるっすよ。鼻で引いて、イエーイ、明日周年祭。あ、明日ね、そうだそうだ、ブッカイランドシャヤマ大店周年祭の全品半額なんだって。全品じゃないけど、ほとんど現行機種以外は、現行機種以外は全部半額。あ、撮影始まるよ。はいはい、はい、始まります。5分ぐらい、5分ぐらいかかるんで、5分ぐらい、いやもうそんなかかんない。はい、じゃあ今日はいっぱいカブトムシ取れたんで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。